もしもし。あ、お疲れ様です。今、柏原駅に着いてるんですけど、何口ですか？ちなみに僕は今東口の方にいます。ハンダラーズのファンが会いたいってことで連れてきちゃいました。あ、そうなんですか。ハンダラーズのファンの方でいらっしゃるんですか。はい、あ、そうなんですね。そうです。友達つかまずいか。あ、じゃあ今日はそのお姉さんにお会いするために柏の方に来られたんですか。いや、たまたま来てくる。あ、来てくださった。配信などを見て。そうですね、配信見てました。そうなんですか。え、はい、大丈夫ですか。ちょっと。今なんか腹痛が出ちゃった。はいはい、あれ大丈夫？痛いです。あ、お手洗い行ってきます。一瞬その後でもいいですか。あ、全然全然。あ、じゃあ、あちゃん、トイレ行くか。やばいですね、寒すぎてだと思うんですけど。今、前回撮影終わってから結構生活が大変だっていうお話を伺ってるんですけど。そうですね、はい。実際あの辺に出てたんで、荷物があそこにあるんで。あ、荷物そこ。あ、本当だ。あっこで寝てたっていうか、まあ座ってただけなんですけど。あ、ほうほう。とりあえずここに置いて、はあ、こっかそこに。あ、にいるみたいな。座ったりして、はあ、あとは1時間その辺歩いてみたり。結構柏にいることが多いんですか。いや、全然全然初めて来ました。あ、柏は。はい。うん、綾瀬とかは時々行ったりとか。綾瀬は多いじゃないですかね。え、ちなみに猫ちゃんはどこにいますか。あ、その中にいるんですか。寝てます。ここにちょうどもうちょっと近づけると、うん、しんどいっすね、結構。もう喧嘩だらけです、こうなってからは。あ、あれ、あーちゃんと。はい、うん。何が原因でそうなっちゃうんですか。今の状況ですね。もう完全ホームレス状態じゃないですか、そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あったね、ゲームするね。ありがとうございます。前回インタビュー取らせていただいたじゃないですか。あの後ってお二人はどういう風に生活されてるんですか。そっから歌舞伎、そうっすよね、歌舞伎行ってからライブ配信始めた感ぐらいなんで、多分。そうですよね、アンダラズのチャンネルは結構生配信やったり動画上げたりとかやってますよね。そうっすね、歌舞伎行ってからはガチガチでやるようにしても、チャンネル登録もあの時お二人とか言ってたじゃないですか。今何人ぐらいになりました。もうちょいで600人ぐらいまでですね。すごいっすね。約ですよ。でもそれより 2,3 人はもう生配信するたんびに今増えてってるような感じですか。どうなんですかね、一時はそうでしたけど、うん、まあ要は YouTuber 的というか発信者的にはうまくいってると言っていいですよね。でもどうなんですかね、チャンネル登録数の割には再生数だけは取れてはいるんですけど、まあ基本僕はあおちゃんと違って自分の伝えたいことを伝えたいし、ね、確かにその何ですかね、お二人の配信を見た視聴者の方から連絡とかもらったりして、頑張ってねって言ったらその罵声を浴びせられたとか、はいはいはい、そういうのはなんか来たりするんですけど、うちらの視聴者はいい風に見えても偽善者が多いんで、はい、結構山本さんもじゃあ頑張ってねっていう言葉の向こう側の意味を取っちゃうというか。もちろんもちろん、
きですよ、援助しますよって言ったら来ねえし、援助しますよみたいなこと言ってくる 嘘つきもいますし、うん、タクシー代がどうのこうの、タクシー代払うのでどこどこまで来てくださいみたいな、うん、ホテルも取りますって結局嘘ですし、でも怪しいなっていうのも考えて、で結果行かなくて正解でしたね。多分行ってたらもう多分そのタクシー代も払わずに、うちらもお金ないんで払えんくて捕まってるってな感じです。ばっかじゃないですかね。あーちゃん、体調崩されて、ずっと外でもうお金ないんで、寝れないんで、ずっと歩き回してるで、この寒さなんで、それでずっと体調崩してて、お腹も冷えて痛くなっちゃって、それに今女の子の日なっていうのもあるんで、になっちゃって、いろいろね、いろいろ体調崩しちゃった。今血にもなっちゃって、でそれでもみんな、なんかファンの人はなんか優しい言葉かけるけど、助けるとは言うけど、嘘だね、嘘ばっかりで、本当のアンチですよね。だからそれここ今柏では何日過ごしてるんですか。柏では昨日の1日、うん、でもう路上生活っていうか、はいはいはい、そういう感じですよね。その前が綾瀬、綾瀬からここまではどうやって来たんですか。途中まで電車使って、そこから歩いて。どんぐらい歩いたんですか。まず3時間半とか。3時間はい。え、ちなみに歌舞伎町で配信してたじゃないですか。はいはいはい。東京駅から新宿までは歩いて、い歩いて、はいはいはい。何時間だろう、あれ歩いたの。3時間あれも3時間3時間ぐらい。え、あのキャリー持ってですか。そうです、そうです。から、まあ、ちょっとあの歌舞伎出るのに、歌舞伎で3、4日いたのかな、うん、歌舞伎でも一応野宿したりとかしてたんですか。はいはい、もちろん、まあ、野宿っていうか、まあ、寝たりは基本してないので、うん、え、あーちゃんのもう顔つきがちょっと前回と違うくて、だいぶ疲弊してる、ゲソッとしたっていうか、さっきちょっとあーちゃんがお手洗い行ってらっしゃるときに山本さんに伺ったんですけど、結構2人の間の衝突も増えてるっていうか。そうですね、喧嘩ばっかりなんで、でもう疲れちゃって違う、いろいろね、お互いにやっぱこんな状況になるとね、俺も当たるつもりないし、こっちも当たるつもりないんですけど、ほんの些細な埃一つで大喧嘩みたいに発展しちゃうんで、夫婦にとっての窮地みたいな、金銭的にとかそういうのは今までもあったと思うんですけど、トップオブトップですね今ですか。今の状態だとね、ちょっとうちの方がストレスもかかっちゃうし、体調がやばいんで、喧嘩も多いしね、うん、であと僕は手もやっちゃったんで、ここなんですけど、もう産んじゃってて痛くてしょうがない。どうしたんですか。これ愛しの息子さんがパトレスにより発狂しちゃって、あ、猫ちゃんが噛んじゃったんで、そうストレスで、うん、こういう生活、外の生活なんで、うん、でもうおむつもあの今しちゃってるから、うん、で、あの思いっきり噛みつかれてグリ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 やられちゃって、あのけど、それでこれこんな風に腫れちゃって、ここに関してはここかな、骨見えたんで、え、ここかここどっちか骨見えちゃったんで、で、こうね、でもうちは自分の息子のご飯はもうちゃんと全部買いだめしてて、結構な量あるし、だ、ね、ご飯もちゃんと毎日あげてるし、うん、そのまあ2食なんですけど、朝と夜、まあ、昼はまあこういう外で生活しちゃってるから時々になっちゃうんですけど、それ、まあ、家がないのっていうのでは不自由はね、うん、本人には欠けてますけ けどストレスかけちゃってるんですけど、だからそう思ったらやっぱアメリカとかの方が日本より正しいかなと思うんですよね。アメリカのホームレスの方って、あの子供連れでも別に政府に何かされたりするわけじゃないじゃないですか。
よくそういうチャンネル見てるんですけど、なんか子供連れで家族でホームレスになっちゃって、アメリカ版親父さんが、まあ、援助するみたいな感じの番組で、それだって日本だったらね、子供連れてたら動物でも持っていかれると思うし、日本だとだそこはもう日本が間違ってますよね、その時点で。一番誰にも迷惑をかけない生き方だとは思うので、そうですね、感じですね。ちなみに食事とかは取れてるんですか？食事はもうね、ほぼほぼ取れないですね。うちらよりはもう息子の方だけご飯食べさせてあげて、うちらはもう取れてないです。まあ、なんかもしよければですけど、軽く食事だけ行きませんか？ですかね。いや、もしよければですけど、あーちゃん、食べれます？もう軽めなら。どうします？行きますか？じゃあ、お願いいたします。行きますか？ちょっと行きましょう。でも食事してないですもんね、だって。うちもさっきトイレで階段降りようとしたら、クラッとして倒れかけた。立ちくらみみたいな。目の前が白くなっちゃった。本当にもう何も遠慮せず頼んでください。本当にそれだけ？あれは主菜はいらない？野菜食べたいってずっと言ってたもんね。でも分かんないけど、そのちょっと今血が出てるから肉とかも食べた方がいいんじゃないですか？で、もし食べれなかったら俺と山本さんで食べますから、なんか頼んだら、ハンバーグとか。はい、どうぞ山本さん。ありがとうございます。え、あーちゃんちょっと待って、肉頼んだ。肉じゃないです。肉頼んどけな。食べれない？いや、もう全然無理しなくていいけど、食べれない。大丈夫？鶏肉みたいなのがあれば食べたい。よかったら、あとデザートとかも頼んで。いや、そう、だいぶ眠そうですね。普段別にホテルでもどこでも眠いんですけど、外だと余計眠くなりますね。でも寝れてないですよね、だって。寝れんもんね。歩く座る。あーちゃんも一緒に。そう、単純に体力的にもちょっと疲労が来てるんでしょうね、きっと。限界が来ました、ね。あーちゃんがもう本当に表情がちょっと違いすぎて心配になるぐらい。それどうせだどうされるんですか、これから。ちょっともう仕事募集したもね、メールではうちのとこ来てくださいみたいなこっち系は来ましたけど。いや、仕事ももうハンドラーズのチャンネルでのみ探すって感じなんですか？まあ、例えば求人情報誌とか。直接俺のファンで理解した上でっていうのが一番いいのかなと思って、うん、ですね。だからハンドラーズのああいうのを見ての方は理解がある人からのそういう問い合わせを待つっていう。はい、どうぞ。お待たせしました。蒸し鶏のサラダの S サイズ醤油ドレッシングと。ちなみにこれお二人どれぐらいぶりの食事なんですか？4日ぶり。4日ぐらいですね。全く食べてない。駄菓子とかは買ったりしたんですけど。あーちゃん、これもう先食べてください。本当に。いいんです。いい、もちろん。カルパス3個とか食べましたね。んカルパス3個ぐらい。カルパス
カルパス13円。あ、ここのやつ、はいはい、そのうちこれぐらいちっちゃいやつ、あれを3個食べたぐらい。あ、じゃあ、じゃあ、食べて3個ずつかな。いただきます。レベルっちゃレベルですかね。そうか、それでもうその4日間ぐらいやっぱりしてるから、急に肉なんか食えないんですよ。そうです、飯食えなかったらね、ちょっとやっぱ精神的にもきますよね、絶対。飯食えないより外って環境が一番きついし、ね、この時期なんで。さあ、アドバス。ごめんなさい。あ、美味しそう。食べてください、山本さん。いただきます、すみません。気持ち悪い。マジっすか。力がもう半年は感じたんだって。死活問題ですね。ちなみに何時に泊まるんですか、携帯は。今日の夜9時。夜9時、21時です。もう困っちゃってて、もうそういうのでも喧嘩になっちゃって。なんだか、いつもこんなことが多いの、携帯が止まっちゃうってことは。どうにかしろよって切れてくるんで、どうにもしようがないだろうっつって。で、お前が無理やり契約させたからって、お前の責任だっていうので喧嘩になっちゃって。で、それでそう言われると、こちらって腹立つから、うるせえとか、喧嘩になっちゃって。もうこっちもストレスが溜まっちゃって、もう疲れちゃって。もう夜だね。あ、ちなみにその、携帯で全部でいくらなんですか、払わないといけない。17,900円とか。17,900円。だから18,000円だ。普通そんな行かないですよね。今青柳さんでいくらぐらいですか。僕、いや僕格安シムなんで4,000円とかなんですよ。なんか2人のこの関係がちょっと今日僕正直率直になんか悪くなってきてるなとか思ったりしたんですよ。であんちゃんのこの疲弊してる感じとか、結構その大きな要因の一つで携帯が止まるみたいなのがあったりするんですか。そうするともう仕事も始めなくなっちゃうんで、ノイローゼですね。もうね、なんか周りから喧嘩売られると、なんかこう昨日喧嘩売られちゃって、道路側でタバコを歩いて、立って吸ってたんですけど、なんか近くになんかスポーツ店があって、その人がなんか外で作業してて、で、その人が喧嘩売ってきたんですよ。ですごい口調で、汚い。なんて言ったんですか。お前何吸ってんねんみたいなこと言ってたから、店の前でタバコ吸ってんじゃねえみたいなこと。店の前じゃねえよなってめえこの野郎。で、それでうちは喧嘩売られて、売ってるから、そういうのもそのすぐ喧嘩売るから、いろんな人に売ってないじゃん。あっちから売られたんだ。じゃあっちから売られる時もあるんですけど、その時に喧嘩売るから、それがもう怖くて、うちいつか捕まるんじゃないかって思って、すぐそういうことイライラしちゃう人だから。すげえって、誰でもそうなるって、昨日のあれは。だからもう止めるのも怖いなと思って。で、殴られてお金もらった方が得意じゃない。だからね、そういう喧嘩もしてほしくないし。
それでこっちが止めようとこう引っ張るんですけど、なんかこうやってやろうとするから、それを直してほしいんですよね。そういう人と喧嘩するの。でも手は出したないの、低いんだ。だけどこうやってなんか怒っていくじゃん。前付き合った頃はそんなことなかったけど、許せないことは許せないんだけど、今の例えば、まあ、今日も今伺ってる4日間食事してないとかだったじゃないですか、とか、まあ、仕事がなかなかないとかアンチがいっぱい来るとか、そういうイライラもちょっと山本さんの中にあるのかなとか思ったりしたんですけど、俺も止めようがないんですよ。もうここまで来たら腹立って腹立ってしょうがなくなるんで、我慢はしてるつもりだよね。とりあえずずっとぐじぐじ言ってくるんで、言い過ぎるんですよ。あーちゃんがすごい。で最後して、ね、イライラが溜まってぐじちぎれるみたいな。普通に顔とか殴ってくるんだな。それで切れてね、あの髪の毛引っ張っちゃったりは、あたきはしないよね。それはもうごめんなさいね、仲が悪いね。なんかちょっとずつ喧嘩が増えてるんですか、ね、付き合った頃よりはもう増えていってますね。で今も喧嘩、それは今が一番ストレス溜まる時期じゃないですか。もうずっと外の生活だから。でも一番大事なのは俺は変わりないので。じゃああれですけど、一旦その携帯代は今日僕お支払いするんで。いいんですか。いや、それなくなったらもう今何もできなくなるし、例えば、まあ、仕事探すにしても結局携帯はいるでしょ、絶対連絡したりとか。青柳さんにも連絡できなくなります。とりあえずここで俺が1ヶ月、これで1ヶ月分ですか。そしたら向こう1ヶ月は大丈夫なんですか。そうです、そうです。来月の15までは大丈夫です。それまでにはまあどうにかなるみたいです。あ、コンビ今だったらコンビニでも。あ、じゃあ今俺お金渡してするんでコンビニで支払っちゃいましょう。いいんですか。いいんですか。もうしょうがないですよ、それは。もうこんな落ちてるあーちゃん見るの初めてだから。今が一番だね。普段ニコニコしてるね。これそうそうそうじゃないですか。なんかこう正直どんだけこう狂ったようなことを山本さんが言ってても隣であーちゃんはニコニコしてるっていうか、ヘラヘラ笑ってる。そう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 。それがもうないっすよ。もう今ね、それが今日あったらないんで。笑っても苦笑いだよね。すごい怖い。携帯代は俺がじゃあ払うんで、一回とりあえず払いに行きましょう。じゃあすいません、出ちゃって、すいません。ありがとうございます。とんでもない、とんでもない。これあの領収書とお釣りだけください、はい、これあのありがとうございます。携帯、これで携帯代ちょっと払ってもらった。携帯代払わせて、はい、この携帯代払えたら少し喧嘩も減るんじゃないですか。多分減ると思います。俺が一緒に人に喧嘩売られて大人の対応取ればいいんでしょ、うん、僕はごめんねって言えればいいんだよね、本当は。俺も気をつけるわ、それだから、うん。どうですか、4日ぶりちょっと食事して。いや、おかげさまでフラフラしてたんですけど、いや少しはあの気が楽になったんじゃないか。まあね、もう4日間も飯食わなかったらその喧嘩にもなりますって。それは本当っすか。え、あーちゃん、はい、大丈夫。大丈夫です。ちょっと楽になりました。楽になります、ちょっとは。 あそこファミマあるんで、はい、そこで話します。せちがない世の中なので、いろいろとありがとうございます。ありがとうございます。もらえるから、はい、お願いします。レシートじゃなくて領収書ですよね。はい、領収書だって。あ、ちょっと待ってください。領収書はレシートとなんか、あ、了解です。これらしいです、領収書。すいません、大丈夫です。とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。払いました、無事。はい、よかった。まあでも本当に1ヶ月ね、こっから1ヶ月ちょっと大丈夫になっただけなんで、まあ結局また来月の今頃にはどうにかしないといけなくはなってると思うんで。
もうそれはちょっと僕は多分力貸せないと思うから、うん、頑張らないとですね、うん、ここからが勝負に向いた感じですけど、まあ、どう仕事を探すのだし、バーかね、なんかあれや、まあ、いいや、まだ優しくしとこうか。今これは YouTube ライブ、そうです、今 YouTube ライブの方させてもらってますね。何人ぐらい見に来られる？今15人です。3いいねもらってます。こんばんは、初コメです、いらっしゃい。まあ、初コメすんだったらさ、おい、お前非常識だろ、お前。こんばんは、チャンネル登録してから来いよ、お前。まあ、ただ伊達にハゲてんじゃねえぞ、これやろ、うん、ハゲハゲサンサン、ハゲサンサンじゃおけ、おい、岡田、これやろ、岡田、岡田、おめえ待っててやったんだよ、てめえ、おせえだろ、くんの考えろ、お前、ボケ。ありがとう、ありがとう、岡田、こんばんは、岡田、ありがとう。何、森、森氏、大丈夫じゃない、まあ、そんなさ、全体優しさはいらないんだよ、直接会いに来てくれよ。会長治った、うるさいもんね。うるさい、うん、うるさい、声うるさい。あ、じゃあもうもっとうるさくしちゃおうか。拡張器でも使ってよ、この野郎な。うるさい、耳壊れる。うん、耳壊れるの、うるさい。いやでもね、お前ら見てなクズみたいなアンチだけど嬉しいよ、俺は。あーちゃんかわいい、ありがとう、動物。でもな、まあ思ってもねえことな言ったらあかんで。あーちゃん正解、うるさいってほら。うるせえ、黙れ、この岡田。それでも恥ずかしながら生きたい、生きたい、生きたい。引き続きちょっとお仕事は探してくっていう感じなんすかね。そうですかね。まあね、でもやっぱうちらのことを分かっていただいた上で、うん、じゃあ探し方としては求人情報誌とかそういうことではなくて、アンダラズ復活の中で見てくださってる方とかからの紹介ってことなんですね。そうですね、もう分かってくれてた上じゃないと、こっちもね、後々怪しい話になっても困るんで、やっぱね、1ミリたりとも外したくないんで、そんな感じでやっていきたいと思ってますけどね。あーちゃん、どうなんすか？うちは、アンダラーズ復活の中での方が、やっぱ自分たちのことを理解してくれてる人が見つかりやすいっていうのは、あーちゃんも同意してるんですか？いや、正直に。でもアンチばっかりだし、だどれを信用していいか分かんなくて。あーちゃんは、またちょっと違う探し方の方がいいんじゃないかなって思う部分が。はい、そっちを信用するんだったら、もう自分たちの他のさ、他方法で探した方がいいんじゃないかな。じゃあ結構もうまずどうやって探すかってところも、二人で話し合うところからが、いや、そう話し合いすると喧嘩になる。毎日話し合って喧嘩して、毎日喧嘩するんですよ。普通の仕事の話すると喧嘩しちゃう。お前もその言い方がダメなの。言い方で勝ちつつ、俺はうるさいんだよ。パパが悪い部分は謝るよ。でもお前も悪い部分はそれは認めないと。お互いさまでも一緒にいるんだから。ごめんね。でもうちらやんないといけないから、息子がいるんだから息子のなことを一番に考えて、風邪ひかすわけにもいかんし、ご飯切らすわけにもいかん。相手に楽しい思いさせてやらんとね、これからも。ちょっとね、まあとにかく今から1ヶ月は少なくとも携帯がつながってるので、もう頑張ってくださいしか僕はちょっと言えないですけど。そうですね、どっかいいとこあれば言えるところはもうパッとは出てこないんで、こればっかりは。ちょっと体だけ気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。またじゃあちょっとご連絡ください。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。情けなくて、そうな日でも心に背は向けないね。立ち向かえ不安だらけ、そんな夜でも一人じゃないと
けて欲しくないと思う誰かがいること嫌じゃなければ覚えておいて。アットホームチャンネル。青柳さんからのご提案でクラウドファンディングをしていただくことになりました。それでも恥ずかしながら生きたい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 。皆さんのご支援よろしくお願いいたします。